こんにちは。今週のワークアウトは3種目のエクササイズを連続して行っていくワークアウトです。とてもシンプルなので皆さんぜひやってみてください。まず1つ目はデッドリフト上がってきてラテラルステップクリーンにします。ラテラルステップクリーンを6回行います。6回終わったら今度はクリーンにまた持ち上げて6回スラスターを行います。スクワットからオーバーヘッドプレスに移行していきます。最後3つ目はローテーショナルを行います。回転をしながら出てきて上がってきます。今度は反対側になります。交互に6回を行います。これを間のレストを1分ぐらいとって3から5ラウンドぜひやってみてください。とてもシンプルなんですがすごく効果的です。ぜひ試してください。